どやってきてまいりました。ズノーマリー。はい、こちらね、突然変異した動物たちがいる動物園の謎を探るっていうゲームなんですけど、本日はクリアします。で、明日お知らせあるので、チャンネル登録忘れずに。はい。これが、お前ピンチに、いきなり来てね。まあ、あそこにね、ちょっとやばいやつがいるんだけど、これね、前回見てない方は前回見た方がいいかもしれないんだけど、まあ大丈夫です。なぜなら我々の知識があるからね。大丈夫です。でも見た方がいいかもしれない。前の動画も。これズノーマリー。これが、まあ入り口なんだけど、もういるのよ。で、このね、X ガン、ガンツで出てきそうな武器があるんだけど、これを使えばね、まあ押しのけることができると。この電気を奪って。だから電気を持ってる人がいたら電気奪うんですよ。電気を起こせよ。このドアの裏に動物たちが突然変異してしまったのかの、理由があるっぽいんですよ。秘密のドア。これでっかいね。ビッグドア？ビッグドアと我々呼んでるんですけど、これを今日開けたいと。ただしそれを開けるためには、バラバラにされた鍵のパーツを20個集めて、鍵を作り直さないとダメだと。で、この前に1時間やって、1個手に入れました。つまり単純計算でいくと、20時間かかります。20時間。お前。で、前太郎がいるね。前太郎からやっていくか。これ簡単じゃない？見てないね、突然変異動物もいっぱいいると思うから、それもちゃんと見ながらね、楽しい動物園、観光しようと。ここ多分最初撮るべきだね。俺、ここすっぽかしてったから、このアスレチックがね、20個ぐらいあるから、ガチ入れます、ガチ入れます。オッケーオッケオッケー、来た、来ました、皆さん。1個目、このね、光ってるとこにあるから、2個目。うわ、やらかした。俺、前撮ったやつ消えた。嘘でしょ。ガチで今日20個集められた。でもやります、俺は。失敗すんだよ。こう落ちるだよ。ほっ、よしよし、よー、よー、なー、こいつらのとこゲット。大ゲロむずいよ、もう。てか思ってたんだけど、足めっちゃ短くね？腕長いくせに。これはね、どうすればいいんだ？まず、入り口を見つけよう。三つ目。どっかから登っていかない。あそこから登れるな。あそこだな。まずこいつぶっ倒して、すぐ行こうもん。ゴーゴーゴーおっしゃいおういけいけこれなんだおう怖っあ、なんか、おうおうおう来たうもう絶対これから難しいと思ってたわ。もう3匹いんのレバーみたいなのがあったら倒すか。とりあえずおいこれ何ねやばいやばいノーノーノー何あれはあーもうやだノーノーノーお前言ってるなんか言ってる。無理だってこれ。ちょっと待って、これやばくね。めっマジで、ちょっと待って、これは、トリプルキル！お前やばい。やばいやつも来た、やばいやつも来た、やばいやつも来た、今さら。ノー、ノー！あ！そういうことか！なんか足場が移動する、今さらだ。オッケーオッケーオッケー。嘘だろ、嘘だろ、お前。登ってこれない！登ってこれない、こいつら！よし、よし、登ってこれない。けど、暗くて何も見えねえ。めっちゃ高いとこにあんだけど。やばくねこれ。まあ、上に行くしかないよ、もう。でも、猿がいなくなったから、もう簡単なはずでしょ、これ。やるしかない。ここまで来たら。頼むって。失敗しないで、お願い。お願いします。おっしゃ。頼む。よし！三つ目！セーブ！キャットナップのエリアもね、むずいよ、絶対。だって、この猫たちめっちゃ襲ってくるもん。ただし、ちょっとこれ、この前やったから、ちょっと やり方わかんねえよ。それじゃ来る前に、こっちで飛び乗ると。ね。で、ここで、多分だけど、ここ、上に乗ればいいんじゃないこれ。のっ。やらかした。やだ。真ん中らへんじゃないこれ。で、どこ行くのこれ。電球めっちゃあるよ。電球めっちゃあった。ここだよね。もう吹っ飛ぶしかない。お前。なあ！お前はなんだ。うわ、こいつ懐かしいな、こいつ。見て、こいつ。これね。これ多分どっかのレバーが当たりなんだろ、これ。この前もやったけど。うざぴょん先輩の。
ほんまやべ。ただ間違えるたびにあいつ襲ってくんのよ。だから緑にやんないとダメなというね。ノーノーノー、危ねえ。どれだ正解は。マジかよ。おいたいた、今開いた。こういうことだったんだ。俺前回全然分かんなかったけど、ここ早かった、ここ早かったよ。俺ここ早かったよ。来た、4つ目。なんだこいつ、なんだこいつ、真珠だ真珠だ、何あいつ、コアラみたいなやついる。コアラかデメキンか金魚かわかんないけど、めくしかないんですよ。おい、ダメだダメだ、勝ったぞ勝ったぞこれ。うー、危ない危ない危ないね。なんだ、すごい鼻でかい、すごい鼻でかい、この人ね。チートボーイ、チートボーイ、チートボーイ、見た今の、今のやばくね、神プレイが出てしまったと。今のいきなりパンダ戦法です。今のがこれどこ行くんだ俺、飛ぶしかねえ。おお、パンダボーイクリア。オッケー、なんだここは、なんかでっかいやつがいて、おお、なんだこれ、嘘、え、どういうこと、しゃがむの、うわやばい、これやばいぞ、絶対いる。 Oh no Oh no no Oh no no。 うわ、あ、スライムボーイだ。何やってんのスライムボーイ、え、スライムボーイ何これ、こう、何スライムボーイ、これ意味あんの。うわやばい、最悪、真っ暗に何も見えない。あ、あるわ、シャードあるわ。でも暗くて何も見えないんだけど。やらかしたねこれは。なるヘドロで迷路パパッとクリアしちゃって、パパッとね、シャドウ、これ何個目、次12個目ですね次。うん、意外とこれ来たでしょ。おお、でっか、これでかいやつよ、12個目。おお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 おすげえ。上でもいるぞ多分。あ、ここにある、鍵をゲットすればいいのか、ただし問題、かつてないキモさ、え、やばいやばい、スレンダーマンや、もうこいつでも遅いな、まあ遅いね、あ、まあ遅いね、スイカみたいに顔しやがって。ちょっと待ってよ、鍵ある、あれあれ、なにこれ、簡単じゃんこいつ、お前、え、やばい、鍵取った瞬間足速くなるタイプだ。ゴーゴーゴー、どこだ、やばい、うわやばい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 、ねえ、な、鍵取るじゃんね、で一回打って、一回打ってで入れ、オッケーオッケー、こうやってやるしかない、洞窟に入ってっていくしかないねこれね。 What the fuck?いたいたいた、ゴーゴーゴー、来た来た来た、おー、サナレンダーボーイ、サナレンダーマンみたいなやつ。あと5個、あと5個、とんでもないほど時間かかった。うわ待って、なにこれ、嘘でしょ、嘘、ゾウさん、ゾウさんだよねこれ完全に、やばくね、この奥地にある、行くしかない、迷路ゾーン、絶対奥地、ゾウさん、ゾウさんごめんなさい、行かせてもらいます、死んだ、うん、すまないゾウさん、やるしかないんだ俺は、おりゃ、お前見え見え、うそ、めっちゃ速くね、 NO、 ゾウさんプレイヤー、どうすんのこれ、行く場所なくね、お前そこで挟まってる一緒、俺は進むんじゃ、お前行き止まりだ。早いってこのゾウさん、足とんでとんでもなく足早い、このゾウさんやばい、ゾウさん巻いた、ゾウさん巻いた、クレイジーゾウさんだった、本当にあんな、あんな凶暴なゾウさん見たことないというわけで、16個目いける、いけるぞ、
もうすぐで。あーもうやばいって、セーブセーブセーブゲームセーブゲーム。これなんだこれ。大きな線みたいのあるぞ。電子線、電子線辿っていけばいいのかこれ。絶対そうや、絶対そうや、絶対そうだよ。で、いるんだよ森の中に。よくない、森の突然変異動物が。おーやばいってこれ。めちゃくちゃ分かれてんだけど、電子線いるか。お前いる、いる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。エンダーパンダー、お前か。柵をずっと、そんな長身でずっと柵を越えれないエンダーパンダ。早いのよこのエンダーパンダ。エンダーパンダ速すぎる。エンダーパンダの足が速い。エンダーパンダの足速い。エンダーパンダ俺のスピードについてこれない。お前ばい、ついてきてるかも。ノーエンダーパンダ、エンダーパンダ頼む。どこだ、え、こっちか。おも、お、エンダーパンダノー、エンダーパンダノー、エンダーパンダプリーズ、エンダーパンダプリーズノーノー、エンダーパンダプリーズ、エンダーパンダ鍵がない。エンダーパンダ、お前こっちからついてきた。エンダーパンダ地獄やん、地獄やん。鍵なんてどこにあった。鍵が近くにあるとか。エンダーパンダ鍵どこ、どこだよ。これ絶対パイプのどっかだよね、絶対そうだよね。ワーオワーオワーオ、これこれ、え、違くね、これあったんだけど、まさか。 We are 玉ねぎ、 We are 玉ねぎ、頼む。お前ね、2体いるんだけど、なんで2体いないんだよ。で、待った、頼む頼む、よし17個。オッケー、待って待って、皆さん皆さん、水族館また取りに来たんだけど、いますビッグボーイ。これ前回取ったけどね、もう最高って気分味わってたじゃん、食べられたいって。この深海生物に巨大な、でもセーブしてなかった。おビッグボーイ、ビッグボーイ。でもこれも覚えてるから、パパーってやっちゃえば、これパパーってやっちゃいました皆さん、パパーっと。せやー。でもね、なんだかんだ水族館エリアが一番綺麗だね。巨大な生物いたとしても、この化け物みたいな水族館エリアが一番綺麗なんですよね。来ました皆さん、あと1個食え、俺を食ってくれビッグオブ生物、食ってくれ俺を。気持ちいい、よし、あと1個どこだ。ラストですよ、これラスト集めれば。じゃあもう、こ、もうやりたくない、もう一生やんないこれ。もうもう地獄だった本当に、叫びまくってよ。あと1個どこだ、あれあれどこ、え、これもしかして水族館エリアを進んでいくのか。え、そうかも、え、そうかも、え、違うのか。迷路みたいになってるよ水族館エリア。あ、待って、え、ある、あるぞあるぞ、最後の、やっぱ最後選ばれたのは水族館だったのよ。水族館が俺を呼んでたのよ。あそこにどうやって行けばいいんだ。あの裏にはあると。なるほど、このビッグ魚が俺のこと食いたそうにしてるけど、ん、来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃ、来た、ラスト20個目ゲット。え、いいの、完成したってこと。行きます、ドアに、レッツゴー、これだ。 NO、 お前いいとこ行くんだ、というわけでドア開けます、ゴーゴー。おー、でっかドア、お前やめる、今開けてる。この先には、ちょっと待って、死ぬ俺、死ぬこいつに。お前今いいとこやねん、お前。ロッ、開いてる開いてる、もう行こうもう行こうもう行こう、何がある、ゴーゴー、ついてこない。うわ、待って待って、なんかいる、しかもなんかあれか、別次元のポータルみたいな、別次元のなんかウイルスみたいな感染したとか言われてたから。うわ、これあれ、正しいやつ押すやつだこれ。もう行っちゃう、もうどんどん行っちゃう、これどこだ、どこにいる、え、ちょっと待って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 、守ってんのか、あいつ守ってるね。能力は何だこいつの、すごっ、お前やばい、うわー、こいつはやばいぞ。どこだ、ここ
あれどこ行った？消えた？いるわいるわ。正しいの、それ正しいの見つける。あいつが来る前に絶対そっち側にあるやろ。おんまやばっ、やばくねこいつ。やばい、来る、頼む。ノノー、やばいこいつ、最終兵器だ、ウイルスのボスだ。ノー、どこで正しいの。あったあった、起動したこいつ。ノー、でも起動したから、でも起動したから。なんか装置作ったのか、変なおっさんが。もう開いたねん、ドアは。多分開いてるわ、いなくね。こいつ一回倒しといて。お前やばい、いけいけ、ゴー。え、パワーレベルがなんかおかしいみたいな。え、どういうこと。あ、待って、なんか手紙がある。ナレーション、ナレーション前太郎、お前がこれを読んだ頃には俺はもう遠くの場所にいるだろう。俺はブルームの奴らのための家を作れると思ってた。この機会があればやってのけたさ。しかしお前らが来ることは予想していた。俺の開発を破壊して俺の子供たちを元の次元に返そうとする連中のことさ。お前らが来る気がした時には俺はこの楽園を手放したのさ。お前がここまで来たことにも驚きだよ。俺の次の楽園は完璧になる。そしてお前らは絶対に見つけることはできないだろう。俺はブルームの子供たちと一緒に永遠に暮らすのさ。ブルーモーダに栄光を。うわ、なんかやばいやつじゃね？やばい人が作ったんだよこの装置。でも俺らが止めるしかないと思う。でもレバーのパワーが足りてないみたいな感じだったから、もっともっとやる、やらないとダメってこと？そうだ、うーわ、これは無理がある。また遠いし。あったあったあった、これだこれだろ。全部全部つけました。皆さん逃げろ、走れ、消せ。この世界を救うために俺らポテト軍団が戦ったと。まだあんのか、もしかして。ちょ待って、お前はもう終わりだ、お前終わりだ、うーお前終わりだ。止めた、あ、消えてってる消えてってる。ミッションコンプリート。イモエ、あなたはミッションを無事に達成しました。動物園の下にあるブルームへの装置を停止するのに成功したと、怪物たちはブルーモーダに返された。我々はこの先の研究のためにその機械を取り出すチームを手配する。あなたのご協力に感謝する。そして任務達成おめでとう。また連絡するよ、イモ。はい、いやマジですごいゲームだけど、すごいストレスのたまるゲームだった。でもこれで謎が解けたと。このズノーマリーのなぜ突然変異が起きてしまったのか。男がなんか愛情が深すぎた結果こうなってしまったみたいなね。はい、もう多分俺は動物園に行きません。